フランツ・クッチェラ、フランツ・クッチェラは、ナチス・ドイツの政治家。ケルンテム・オークダク指導者代理を務めた。親衛隊の将軍でもあり、ワルシャワの親衛隊及び警察指導者だったが、国内軍により暗殺された。最終階級は、親衛隊少将及び警察少将。オーストリア・ハンガリー帝国のオーバー・バルタースドルフで、生まれる。 1918年から1919 19までオーストリア・ハンガリー海軍に入隊し、その後には主として働く。1930年12月5日に国家社会主義ドイツ労働者党に入党し、1931年11月1日に新英隊に入隊する。1935年から1938年までケルンテンの新英隊、 第90連隊の指揮官となる。アンシュルス後の5月24日に、ケルンテン・オークダクの大幹区指導者代理に任命される。また、ドイツ国会議員にもなっている。1939年2月12日に、大幹区指導者のフューベルとクラウスナーが死亡すると1941年11月まで、大幹区指導者の職務を代行している。1939年には、 民族裁判所の名誉判事となった。1940年のマヤマ学両兵連隊に入隊して士官候補生となる。11月9日に新英隊少将に昇進する。1942年1月から警察の職務に割り当てられ、11月9日には警察少将となる。1943年4月20日に模擬レフの 新衛隊及び警察指導者に任じられ9月20日まで勤めた。1943年9月25日にポーランド総督府のワルシャワ地区における新衛隊及び警察指導者に任命される。1944年2月1日にレシチニスキ宮殿に車で向かう途中で国内軍によって暗殺された。アルゲマイネ SS56 ページ。アルゲマイネ SS56 ページ。 ありがとうございます。